ほーたまちゃんこと住吉たまきでーす。さて今日はですね、もう本当にタイトルとサムネの通りなんですけれども、これ事実です。お父さんにパパチューブにクソジジイと言ったらガチギレされた件についてお話ししていきたいと思います。もうこれはね、本当に反省してます。だしもしかしたらみんなに嫌われてしまうかもしれない。もう本当にね、そのぐらいひどいことをしてしまった。でも、この反省をちゃんと生かして、今後の人生に生かしていきたいと思うと思ったので、今日はこれについて話していこうと思います。そのクソジジイ事件の概要は今から話すんですけど、その前に私がどんな家庭で、どういう風に育ってきたのかっていうこともちょっと一緒に合わせて説明していきたいと思うんですけど、私、タマチューブはですね、幼稚園から高校までずっと15年間女子校で、男の子がね、周りにいなかったの。本当に男の子と接する機会がなくて、でだから言葉遣いもすごいってわけじゃないけど超悪いってこともないはず、普通です、普通。まあでも男の子でも言葉遣い悪いってわけじゃないとは思うんだけど、お父さんもすごい優しいお父さんで、怒るときはもちろん怒る、でもめちゃくちゃ怒られるってこともなくて、基本的に優しいお父さんっていうのもあるし、私も言われたらふんってなることはあるんだけど、超反抗して超バチバチにやり合うってこともなかったし、そもそも私がふんってなったとしてもなんかね、こう反抗せずに逃亡するタイプ、ふーってもう逃亡するタイプだったっていうのもあるし、よくドラマである、マジ臭いんだけどお父さんの洗濯物と一緒にしないでくれる、マジくせーみたいなのもなかったの。本当に本当になくて、反抗もそんなにしなかった。でちなみに私のお家はクレヨンしんちゃん NG の家庭でした。そんなね、平穏な日々を私は過ごしていたわけなんですけれども、ちょっとね、最近あるお友達から、たまちゃんって親に対してクソババアとかクソジジイって言ったことないのっていう風にすごい驚かれたの。これはね、ちょっとそのお友達が特殊なだけかもしれないんだけど、もう世間一般がどうなのかわかんないんだけど、どうしてもなんか頭の片隅にこの悪い言葉があったの。クソジジイ、クソババア、クソジジイ、クソババアみたいな。でそんな中、ある日事件が起こりました。私のお家3階建てなんだけど、お父さんが2階にいて私が3階にいたので、2階のそのリビングのところに私の荷物が置いてあって、私が結構放置してたっていうのもあって、機嫌が悪かったっていうのもあって、ちょっと怒ってはないんだけど、ちょっこの雰囲気ちょっとイラついてるなぐらいのトーンの高さで、たまきちゃんこれ持ってってよみたいな感じで言われたので、私は別に超イライラしてたわけじゃないんだけど、普通に持ってこうと思ってたんだけど、一歩踏み出した瞬間に、あ、そういえばみたいな、クソジジイ、クソジジイ、クソジジイ、この自分の中にある悪い部分がこう囁きかけてきて、あ、今使えるみたいな感じになって、で本気で言ったわけじゃないの、嘘じゃなくて本当に興味本位で、すごいね、言ってみたくなってしまって、なんか悪い言葉って使っちゃいけないんだけど、ちょっと使ってみたいなっていう、なんかすごい悪いことなんだけどなってしまって、分かってるもんクソジジイみたいな感じで、ちょっとね、冗談っぽく言ったの、冗談っぽく言ったんだけど、私が3階にいてお父さんが2階にいたっていうのもあって、顔が見えない状態で言っちゃったのっていうのもあったし、今までその娘タマチューブはそこまで悪い言葉を言ってこなかったから、言われたみたいなショックだったのか分かんないんだけど、ガチギレしちゃって、お父さんがもうありえないんだけどみたいな感じになっちゃって、その日はもう一切喋んなかったの。本当にね、ごめんなさいっていう気持ちと、これ冗談で言ったんだけどなーっていう気持ちがもうぐちゃぐちゃになっちゃって、もうその日謝れなくなっちゃって、どうしようってなって、お母さんは冗談で言ったの分かってて、ちょっとフフって笑ってたんだけど言えませんでした。本当にごめんなさい。もうね、本当に反省した。もう冗談でもなんかクソジジイなんてちょっと言ってはいけないし、これからは言わないようにする。でも冗談は別に言ってもいいから、なんかあれかな、この見える状態で言わなかったっていうのも良くないよね、顔がクソジジイみたいな感じで、いや怖すぎるな、逆に言わないのが一番だよね。冗談言うにしても言葉は選ぼう。言葉って本当パワー持ってるから、いい風に言うともう超いい感じになるけど、ちょっと悪い言葉を冗談でも、なんか相手がそれをちょっと本気に取ってしまったりとかする場合もあるし、いろいろ本当にいろいろ考えた上で言わなきゃいけないなってちょっと改めて思いました。ちゃんとね、言葉のチョイスをしっかりして生きていきたいと思います。家族だからね、言っていいって言葉もないし、ちょっと本当に反省してます。本当にごめんなさい。
悪い言葉使っちゃいけないってわけじゃないけどね、全然全然いいと思うけど、相手を傷つけないようにしましょう説得力ない。今後頑張ってくださいと思う方はグッドボタン、反省しろ、もっと反省しろ、深く反省しろという方もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。